吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ、ゲストはクリーピーナッツの DJ 松永さん、今日はリモートでご登場です。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。もう初めましての初めましてですね。いや本当ですね、接点がなさすぎていやそうなんですよその吉岡さんと交わる世界線があるとは思ってなかった本当になんかニアミスすらしてないですもんそうなんですよ、本当にニアミスもしてないですね。そうですよね。そうですね、うんなのでちょっと私もあの松永さんのちょっと知らないことが多いので、はい、ちょっと今日は DJ 松永さんってどういう人っていうところだったりとか、はい、子供の時の話だったりとか、はい、最近の話とか、はい、まあいろいろ、はい、あの聞いていきたいなと思うんですけど。恐縮でございます。よろしくお願いします。お願いします。2010年にターンテーブル初めてご購入されて、はいはい、その3年後に大会で優勝しちゃうっていう、はい、ああいや すごい経歴の方だなとびっくりしちゃったんですけど。いやいや、まあ、その時はまだ地方大会だったんですよね、はい、そうそう、地方大会でいう、そしてジャパンファイナル進んで、まあ、そこではボロ負けだったんですけど、はい、いやでもその音楽の才能というか目覚める前というか、その目覚めるきっかけも知りたいんですけど、はい、何か今までそういう音楽に携わるよう なんかタイミングってあったのかなっていう。ああこれあんまりそうなんかこうバシッとしたようなきっかけはなくて、うん、まあ、昔から音楽好きだったんですけど、はい、小学校の時から音楽好きで、うんうん、よく聞いてて、で中2ぐらいの時からまあヒップホップ聞き始めて、はい、それと同時にこう深夜ラジオみたいなものを聞き始めるんですけど、うんうんうん、やっぱラジオ昔から好きだったもんですから、はい、そのラジオ一つ好きになっちゃうと、その番組とある一つの番組も好きになってしまうと、なんかあのうーんなんかそのパーソナリティが無条件で全部その好きになるというか、その人がこう表現するもの、うんうん、ビジュアルもその音楽もおしゃべりも全部好きになってしまって、はい、でそのパーソナリティがライムスターっていうあのヒップホップのすごいレジェンドな3人組のヒップホップグループの方たちだったんですけれども、はい、それを好きになってでしまってから、やうーん、まあ、高校2年生の時に、はい、まあ、それまでずっとサッカーを7年間ぐらいやってたんですけど、うんうん、それなんか身が入らなくなってやめてから、その1ヶ月間、まあ、初めてバイトしてたお金で、うーん、なんか特になんか使うことないなと思った時に、まあ、フラット、まあ、ターンテーブルでも買ってみるかみたいな感じでやって、うん、特に決意もなくね、買って DJ を始めたんですよね。そうそうそう、じゃあ本当スーって感じですよね。いやスーって感じなんですよ。だから最初はなんならそのあのラッパーの方に憧れたんですよね最初は、はいはいはい、やっぱりでもラッパーはちょっとそのなんだろうな、あのその当時のその10代の自意識的に、人前に出てステージに立って、うん、自分の考えた歌詞を、うん、自前のメロディーに乗っけてご陽気にラップするっていうのは結構恥ずかしいんじゃないかというあの結構あの失礼な、高いんじゃないかってそうそう失礼な発想になってしまって、はい、でちょっと一個ずらして DJ っていうね、その志がすごいね、あの失礼なんですけどあの人が流した人が作った曲を流すってなってするとちょっと一個ハードル下がるなと思って、はい、始めてしまったのが始まりなんですよ。へえ、そういう感じだったんですね。いやそうなんですよね。でも結構元のあのなんだろう、はいはい、その元からそのじあの、うん、痛いんですよ昔からその、はい、私も痛いし、はい、特にあの両親ってかあの両親が痛くて両親痛いっていう息子両親やっぱりあの美大とか言ってたからすごくアート方面のマウント取ってくるんですよ、はい、あの急に俺の部屋の前に学生時代に描いたデッサンをバーンって貼るみたいな、はい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 、それで全特に何も触れないみたいな、はいはいはい、で あの実家ではずっとあの円屋が流れてたりとかしたんですよね、はいはい、おその特に最初は円屋が何か分かんなくてそのなんかこう環境音これみたいな音楽ではない環境音か何か部屋で毎回絶対流れる環境音か何かと思ってた大人になってからこれ音楽なんだこういうスタイルだと思ってたんですけどなんかあとやっぱり俺のずっと夜テレビずっと NHK しかな、はい、見せないとか、すごい、そう新聞なんか徹底されてますね。そうなんか新聞の切り抜きをめちゃめちゃ部屋に貼るとか、うん、その意識の高さを折りにくっと押し付けるタイプ。なるほど。そうなった時にそのやっぱりあのそうなった時に一環でそのブルース・ブラザーズっていう映画があるんですけど、はい、はいはいはい、それをあの VHS で借りてきて見させられて、それで、はい、あこいつはかっけえなと思って、はいはい、
で、やっぱりその、俺もその、痛さ、その、はい、あの、かっこつけたいっていうのを、あの、受け継いでるんで、はい、小学校3年生の頃だったんですけども、いいですね、はいはい、あ、こいつは、かっこつけれますね。はいはい、なるほど。うん、あの、両親ありがとうございます、みたいな感じで。これはありがとうございます。じゃあ、このサウンドトラックが欲しいですね、みたいな感じになって。はい、で、初めて、買ってもらった CD がブルース・ブラザーズのサウンドトラックだったんですよね。で、そこから洋楽を聴いていって、うん、で、あの、テープとかに録音して友達に聞かされとかしてて、うん、友達に押し付けてたんですけど、洋楽を。はい、で、それで、中学2年生になった時に、ヒップホップならなるほど、これは日本語の曲なのにカッコつけれます。これは新しい。ぜひとも聴かせてくださいってなって、ヒップホップ、そう、聴き始めたんですよ。カッコつけれるかつけられないかで判断してるのめっちゃ面白いですね。そうなんですよね。だからその、本質的に聴いてないっていう、すごく良くない。でもその中二心をくすぐったんですよ、やっぱり。その、はい、やっぱりこれ優越感に浸れるみたいなので、うん。うん、特にやっぱりその田舎、その新潟なんですけど地元、はい、その新潟の中学生からしたらすごく刺激的で、うん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 、まるで現実世界じゃないような、はい、何この、何これ、え、放送禁止用語じゃんこれみたいな、めちゃめちゃ悪いみたいな、これ日本の出来事みたいなとかめちゃめちゃこうお経みたいだし、なんか自分のことばっかり言ってるし、ヨーとか、うんうんうんとか、何ヒャオとか、みたいな感じで思ってたんで。うわ、でもなんか今の聞いてても、めちゃめちゃやっぱ楽しそうだなってとこから入ってるから、いいですよね。あ、でもそうです、楽しそうでしたね。やっぱなんか少年心に突き刺さって、そのまま来てる感じが。そうそうそう、そうですね、はあ。そう、ほんと少年心ですよ、やっぱりヒップホップやれてる感じっていうのは。うん、でもこう18歳の時に R指定さんと出会われるじゃないですか、はい、あ、はい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 、あの時のエピソードがすごい可愛いと思ったんですけど、お二人が出会われてからもう数十年経ってますけども、はい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 、こう今どういう存在なのか、何ですかね、今何なんですかね、なんか最初は友達だったけれども、うん、なんかとも、なんか前は普通にプライベートでよく遊んでたけれども、はい、やっぱり、ね、芸人さんもコンビ組んだらまあそうなるってよく聞きますけど、やっぱりこうやって毎日仕事するようになると、うん、やっぱり普段遊ばないような感じになるなと思うし、うん、やっぱりなんかそういった意味だと家族のように近い感じに感覚なのかなっていうのどんどんなってきますよね、うん、なんかだからよりこうなんか日常の報告とかしないでいいというか、はいはい、なんかよりこうお互いの日常の確かめ合い、うん、俺らって友達だよなとか、お互いの友人としての距離を測る必要がない、うーん、で例えば R とは例えば5年間連絡取らなくても、その5年後に全くその以前と全く変わらない温度差でテンションで接せれるだろうなと思って、でもそのって家族っぽいなとか思って、なんか時間みたい、そう、時間とかそのお互いの確認の試合とかなしに、そのずっと距離が変わらないとか、そこの信頼感とかって、まあ、家族って例えばまあ両親とか兄弟ってそういうことだもんなとか思って、まあ、そういう感覚に近くなったなと思いますね、うん、せっかくなので、はい、クリピーナッツの曲をお送りしたいんですが、はい、ありがとうございます。どの曲にいたしましょうか。あ、じゃあちょっとクリーピーナッツのなりわいという曲があるので、そちらをかけさせていただきたいなと思います、はい、では曲紹介お願いします、はいはい、ぜひ聴いてください。クリーピーナッツでなりわい。お送りしたのはクリーピーナッツでなりわいでした。はい、ありがとうございます、はい、このなりわいっていう曲はどんな風に生まれましたか、はい、あ、これはこの初めてそのヒップホップのその歌詞、その音楽のそのテーマ、主義主張の中で一番オーソドックスの中でボースティングってのがあるんですけど、はい、そのボースティングってのはどういうのかっていうと、いかに自分がこうラップとラッパーとして最強か優れているか、うん、他者よりこう優位か、どんだけ俺やっぱりこうラッパーで金稼いでモテて、うん、富を築いてるかみたいなものを主張するのがやっぱりそのラッパーっぽいじゃないですか、そのボースティングって言うんですけど、はいはい、俺らあのクリーピーナッツが今までなりわいを出すまでそういうことは、ね、実はしてこなくて、そうで、なんか1枚目足りない2人っていう作品をミニアルバム出したんですけれども、それ2016年に出したんですよ、はい、あの
今でこそやっぱりそのモテないだとか人見知りだとかそのこうなんかコミュニケーション苦手みたいなそういうのをそのアピールポイントとして使うのって結構やっぱりベタというかもうそこに合う手段になったじゃないですか。初めてクリーピーナッツの作品を出すにあたってやっぱり自己紹介っぽい作品にした方がいいなってなった時にちょっとまだヒップホップ界隈でそういうことを言うのは勇気いるけれども足りない二人っていうあの南海キャンディーズの山里さんとオードリーの若林さんの二人がやられている足りない二人っていうユニットがありまして、それが当時その番組をやられていたりとかその自分のこの弱い部分と後ろめたい部分をあのゲイにしてエンターテインメントにしてっていうのを見てすごい当時勇気づけられたんで、あこんな手段があって武器になるんだこういうものがっていうので感銘を受けたんでじゃあヒップホップでそれやってやろうじゃないかってなって足りない二人を出したっていうのがあったんですよね、でもそっから2枚目3枚目とか2017年2018になるにつれやっぱりこう人間ちゃんとこう音楽的にもステップを踏んで、人間年を重ねてあの成長するわけじゃないですか、やっぱりいつまでもそういう主義主張をしてるっていうのもどんどん不自然になってくるんですよね、ちゃんとこうやっぱりヒップホップはリアルじゃないといけないなと思ってるんで、じゃあこのタイミングでなんだろうついにボースティングするかってなったんですよね。なんかこう逆なんですね、普通の人たちだと逆にボースティングが初めに来そうだけど、そうそうそう、一番最初に思いつく手段なんですけど、じゃあ初めてボースティングしてみますかってなって作ったその自分たちでも思い入れの深い作品で、 R が初めてラップでストレートにオブラートにすまず俺が最強やみたいなことを、ラップに乗っけて伝えたのがそのなりわいなんですよね。そう、そういった意味で思い出深いというか、なんかそう思って聞くとまたちょっと見え方変わってきますよね。嬉しいです。そうそう、いろいろこうそうなんですね、いろいろ文脈を経てのなりわいっていう、そうそう、ちゃんとこうなんだろう音楽で結果出して初めてちゃんと自分自信持てた、まあ、R も、ね、結果出してからのマウンティングってちょっとかっこいいですよね。そうですね、でもやっとこさできたって、もうちょっと早くできたのになったのにちょっと勇気出なかったっていう、その小心者だからこ そ, その自分の吐いた言葉につあなんだろうな、なの責任持ちたいっていうのがある分ちょっと余計そこ慎重になってたんですよね、フィクションじゃないから刺さるんですね、こういう風に。そうなんですよね、そうやっぱりみんな自分のことを歌う音楽なんですよ、やっぱり。だからなんか母に感謝っていう曲が多いって言われがちなんですけど、いや全然そんなことなくって、それより俺は最強やんの曲の方が全然はるかに多いというか。はい、そっか、そうなんですよ。ありがとうございます、知らないことばっかりだな、やっぱり。まあ、今ちょっとねおうち時間が増えてるかなと思うんですけど、そうですよね、はい、DJ 松永さん最近どんな日々過ごしてますかっていうところを教えてください。そうですね、最近はまあでも自宅にいる時間が多いですけど、やっぱりちょっとまあ新しい世界見たいなってので最近始めたのがインスタグラムなんですけど、出たインスタグラム始めた。あ、実はそうなんですよ、はい、このリモートが始まる直前にインスタをフォローさせていただきました。はいはい、そんなバカな、はい、さっきフォローしていいねをしました。いいねしてもらったんですか。はい、すいません、お恥ずかしい。このグレートジャーニーがめっちゃ好きでした。え、曲聞いてくれたんですか。はい、聞きました。ありがとうございます。これかっこいいですね。あ、嬉しい、ありがとうございます。いや、そんな見ていただいたなんて。はい、そのインスタグラムはやっぱり、そのなんかその SNS の使い方、やっぱりその告知、その上げ足取られたくないっていうなんかのが強いもんですから、SNS の使い方に慣れてなさすぎて、はい、よし告知以外のことをしようと思って始めてインスタグラム始めたんですよ。はい、その DJ の動画を上げるっていうのはいいのかなと思って、はい、DJ の動画を上げたりしてるんですけど、で1日目にそれポンって上げて始めたら 2,3 日経ったら、結局やっぱりそのストーリーで告知しかしないし、自分の手とかなんか慣れちゃってるんですよ、自分の肩が、ね、はい、そう肩が染み込んでるらしくて、でそしてやっぱりこれだとツイッターと使い方同じっすよみたいなツッコミをすごい、いただいたもんですから、はい、皆さんにこう何したらいいですかみたいなのことちょっと勉強させてくださいみたいな感じで募集したらすごいたくさんいただいたんですけども、はい、やっぱりみんな健やかだから、やっぱりみんな自撮りくださいって言うんですよね、はい、自撮りくださいって言うんだと思って、はっと
思って。やっぱり、健やか、やっぱり、インスタの方が。一番なんかこう、なんていうんですか、ド直球な感じもしますよね。ですよね。うん。自撮りはでもまだ上がってないですけど。ちょっとまだドキドキしてた、俺、自撮りに対して。なるほど。でも私も自撮りってなんか、私自撮りがなんか、すごい、自分で普段撮らないっていうのもあるんですけど。はい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 。なんか、マネージャーの子が仲いいんですけど、その、はいはいはい、今自撮りチャンスじゃないみたいなのを言ってくれるんですけど。今この光の感じとか今自撮りチャンスですよって言ってくれて ありがたいですね。それめっちゃありがたいじゃないですか。めっちゃありがたいなと思って、私もインスタとか載せれるなんかいい感じの撮ってみようと思って撮るんですけど、それ素晴らしいじゃないですか。全然みんながやってるみたいないい感じの自撮りの写真が撮れなくて、あ、難しいんだよめっちゃ難しいですよ多分。あれ才能ありますよね。あれはね、撮れる感じかなり人を選ぶ、選びますよ。似合う似合わないとかあるし、センスあります。センスな。私はセンスないですね。あ、そうなんだ。はい。そっちが、でもマネージャーさんが背中を押してくれてるのはめちゃくちゃありがたいですね。そう、マネージャーさんがこうそっと背中を押してくれるんですよ。だやっぱりその日常的に横で、あ、自撮り始めたなって思われないってことですね。ちゃんと背中、自撮りしないよってなんかその。優しいですよね。だから、その、やってみたらみたいな。マネージャーさんに一回見せるっていうのも手かもしれないです。これどう思う？本当ですね。あ、本当ですね。こうマネジメントを雇えるようになって、なるくらい頑張れてよかったみたいな。そうですね。だからちょっとちょっとインスタにはちょっと今探り探りでやらせていただいてる部分はありますね。楽しいです。ちょっとでも今後どんなインスタが上がるか私もちょっと楽しみに渡していただきます。いや、すごいですね。ドキドキするな。頑張ります。はい。UR ライフスタイルカレッジ。今日はゲストにクリーピーナッツの DJ 松永さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。お願いします。 UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日はクリーピーナッツの DJ 松永さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとここからはですね、はい、まあ、ぜひそのオレワな部分も教えてほしいなということで。ああ、オレワな部分ですね。ドキドキしますね。DJ 松永さんのねライフスタイルにも迫っていきたいんですけども、はい、はいはいはい、まあ、ご自宅の話なんですけど、お部屋の中ってどんな雰囲気ですか？はいはい、俺の部屋。俺の部屋、そう、俺の部屋はね、はい、結構まあでも綺麗にはしてる方なのかな、やっぱり。そう、噂というかね、ね、記事とかにも出てますけど、めちゃめちゃ几帳面で掃除好きっていうのが、はいはい、そうな、なんかやっぱりこう、まあ、特に今家にいる時間が多いじゃないですか。部屋が散らかっていくと、そのなんかまともに部屋も片付けられない、うん、なんか堕落的な生活を送っているダメな人間だっていうなんか事実がどんどん自分に突きつけられていって、へこんでいくんですよね。落ち込んでいくんですよ、うんうん、でも部屋の家事をちゃんとできたりとか、部屋をきれいにしてる時はやっぱりなんかちゃんと生活を全うしてる気分になって、大人としてこうやるべきことやってる気分になって、なんか気が晴れるんですよね。だから自分の精神衛生上を整えてるに同じというか、部屋を整えつつ心も整えてたんですね。いや、そうなんですよね。今お部屋のね間取り図送ってくださったんです。ありがとうございます。あ、はいはいはい、恐縮です。このなんか洋室2つあるんですけど、何部屋になってるんですか？これ1階2階があって、はい、その1階が作業部屋なんですよ。はいはい。で、2階がリビングと寝室になってるんですよね。うん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 、やっぱ作業、なんかこれここに部屋に引っ越す前までは、はい、板橋のワンルームの部屋に住んでいて、はい、本当に部屋の日差しも全く入らない、うん、なんか昼間からずっとカーテン閉めて、なんかその国道沿いで昼間からカーテン閉めていけないよう、はい、閉めないといけないような部屋で、そうなっていくとね、なんか切り替えができないんですよ、やっぱり。うんうん、家で仕事、その寝たりダラダラしたりするのも、切り替えて仕事したりするのも同じ空間ってなっていくと、やっぱりスイッチは入れられなくて、はい、なっていくと、やっぱりそのダラダラする部屋と仕事する部屋分けたいなと思って、その制作部屋がリビングと分けれる部屋に引っ越そうと思って、こういう窓にしたんですよね。だから1階2階、そうなんですよ、物件っていうのもあるんですかね。そう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 、まさしくそれで、うん、なんかこうライフスタイル系だと今一番好きなことって何ですか？一番好きなことね、このそうな家事の中とかで。家事はやっぱりその、洗濯とあれかな、うん、洗濯と部屋掃除ですかね、やっぱり。洗濯楽しいですよね。洗濯楽しいっすね。私も楽しいんですよね。楽しいっすよね、うん、これ楽しいっす俺その部屋のバス
ルームに、はい、そのタオルとかをセットする棚があるんですけれども、はい、俺なるべくこう部屋の色を白緑茶色に統一したいなっていう気持ちがあるんで、はい、バスルームは真っ白にしてるんですよ。全てを白みたいに、はいはい、もう白飛びするみたいな感じのぐらい白にしててでそうなった時のそのタオルがやっぱり全部同じ銘柄で同じ方向に向きになるような、貴重めホテルみたいにしたいなと思ってはいはい、もう徹底してるんですね。そこはもうそう、うん、そうなった時に俺バスタオル使わないんですよ。はい、えハンドタオルでやってて使わないんでかっていうと、はい、使わないんですよ。はい、なんでかっていうとバスタオルって1個でかいじゃないですか。はい、でバスタオル1個使うと、うん、そのバスタオルを収納してる棚の景観がね乱れるんですよね。やっぱり1個なくなると影響がでかいんですよ。怖い怖い影響がでかくてちょっと待って頭の中が整理つかない。私バスタオルの色揃えたいとかあの、はい、もう水回りをピッカピカにしてたいんですよとかって、はいはいはい、まあ分かるんちゃ分かるんですよ。綺麗、はいはい、にしてたいよねって気持ちよくしてたいの分かるとか、はい、統一感、はい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 、インテリアとか分かるんですけど、はいはいはい、やっぱ1個使うからそれで景観悪くなるって、景観悪くなる、やばくないですか。結構大きなスペースが乱れるというか、もう1人抜けた穴が大きいみたいなそうそう、サッカーの11人1人抜けるよりバレーの1人抜けた方が影響でかいみたいな。はいはいはい、じゃあクローゼットとか大変じゃないですか。もうこう何着って決まってないと、3着ぐらい新しい服とか増えたりしたらめっちゃ気持ち悪いんじゃないですか。ああ、でもねクローゼットはね意外とねこう平気なんですか。そうなんですよ。だからこうやっぱりね、なんだろうそのさ、いやいや俺のねこれあるんですよ、カッコつけなところだと思うんですよねカッコつけなんですかね。カッコだからそのあれなんですよ、やっぱり家に来た時に綺麗に思ってほしいっていう気持ち、はい、ああなるほど。でもやっぱり扉一個隔ててるんですよ、やっぱりそのクローゼットの、はいはいはい、クローゼットそんなに汚くはしてないんですけれども、はい、ちょっとまあ一個当てる散らかったり、そう一個そう開けなきゃいいっていうのがあるんで、なるほどなるほどなるほど、そうそう、だからカッコつけなんですよね。それやっぱり両親の血を引き継いでるというかいやー面白いな、やっぱりこのなんか生活の話聞いてて、やっぱ皆さんそれぞれじゃないですか。それぞれですよね、やっぱりね。これ松永さんかなり、だからやっぱりね洗濯好きなんですよ。その、うんうんうん、もうすぐ景観乱れちゃうから、はい、もうすぐ洗ってすぐ乾かしちゃうみたいな景観乱れちゃうからそうそう景観乱れ、ああもうちょっと足りてない足りてないっつって足りちゃダメよみたいな本当になっちゃうんで、いやでもこれ一人暮らしのだけの間だなと思って謳歌してます、ね。まあ、そうですね、これ確かに結婚したらもう奥さん絶対はこれ分かってくれる人多分少ないかもしれないですね、意外と。いやそうなんですよ、これやっぱりこうそう生きていく中で自分が間違ってると思いながらこう生きていかないといけないなってずっと思ってて、人と暮らした時にはもう本当に全部まくって委ねようと思ってて、え平気なんですか。例えば結婚しますってなった時に奥さんにはそのバスタオルが1個なくなるのを分かってくれる人か、もう全然関係なくないってなる人か、どっちがいいですか。いや知らないんだけどって、私普通に赤とかピンクのバスタオル使いたいし、はい、普通にもう1日2回ぐらい使いたいみたいな人か。なるほど俺そうなった時に俺1日2回ぐらい使いたいよね、確かにって言いますね。ピンクいいよねみたいなピンク最高、ピンクのタオルなのよ結局とか言いますね優しいで、そうでごめん俺の部屋だけ俺の好き方で言いますね。そうで俺の部屋だけ与えてくれたらもう全部よくって俺、ああそこでじゃあなんとか成立するんですね。そうなんですよ、俺なんかそうなんか人の言うこと聞く方が楽なんだやっぱり俺、うん、そうそう、だからもう全部任せますね。へえ面白いですね。そう子供できたらなかなかそんなこと言ってられないの、迷惑でしかないんでね。そうですよね。じゃあそうそう、いやてかさ、あんたの部屋も私好みにしたいわ、はい、どうですかああえ、何がいいと思うって柔軟そうめちゃめちゃ柔軟でしたね。俺100ゼロなところがあるみたいでそうなったらそうなったってことですね。そうそうなんですよね、うん、すごいなんか素敵な人と結婚できそうですねそうですね、洗脳してくれる人とねいい感じで洗脳してくれる人と出会いますあ、ちょっとぜひ最後にですね、はい、クリーピーナッツの今後の予定を教えてください。そうですね、今年11月12日にあの武道館でワンマンを行うので、皆さんぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなという思いでございます。はい、はい、では11月12日無事開催されますように。いやそこも問題なんですよ ね結構なる多分ここちょっといろんな優先順位多分低いだろうなとか思うけれども、うん、でもまあ不要不急であることは間違いないけれども、
そのまあ演者以外にもやっぱりその、ね、職人さんみたいなのがいっぱいいらっしゃることは実は知られてなくって、その人たちは実は正社員とかじゃなくって、自営業なパターンが多いですね、はい、照明さんとかお経さんとかは、はいはい。なんかだから結構その不要不急な仕事で食ってる人っていうのが実はいっぱいいる中で、うん、はい、その武道館の告知をしたのも4月とかだったんですけれども、はい、4月の頭とかに、うん、みんな告知して、なんだろう、みんな喜んでくれるかなとか、はい、イベントの先の告知を見て、なんか受けれる余裕あるかな、自分の生活のことで手一杯じゃないかなとか思ったんですけれども、はい、やっぱりそのやってる本人としてもスタッフとしても、うん、考えても、一個やっぱりなんだろう、こう、目の前の目標というか、光というか希望というか、ここまでになんとかみたいなものが一個見えないと、もしかしたら今、頑張りづらいかもなっていうことを自分に言い聞かせつつだったんですけども、はい、やっぱりそう、武道館ワンマンやるよってことを4月の頭に告知させてもらってて、うん、そう、だからまあ、一人の力でなんとかなるようなもんじゃないけれども、はい、やっぱり自分のできることをしつつ、なんとかね、うん、世の中が良くなるように頑張りたいなというふうに思ってますね。はい。いい日が来ますように。本当ですね、本当に。本当に映画も撮れるようになったらいいと思うし、本当に。ああ、ありがとうございます。映画館も早く開いたらいいと思うし、本当に思います、全部、本当に。そうですね。はい、全部の変化だと思います。いや、じゃあ次は、はい、ちゃんと、対面して会える日が来ますようにということで、はい、いや本当ですね、はい、今はリモートリモートですけども、そうですね、はい、ありがとうございました、楽しかったです、楽しかったです、はい、今日はクリピーナッツの DJ 松永さんをお迎えしました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。 UR ライフスタイルコレッジ、今日のゲストはクリピーナッツの DJ 松永さんでした。いや、松永さんがもう話がうますぎて、私もうめちゃくちゃなんかゲラゲラ笑っちゃいましたね、本当にすごいですね。そしてやっぱり DJ 松永さんといえば音楽ですから、まあ、ちょっとね、私なかなかこのヒップホップカルチャーっていうのをこう自分が接してきてないので、こういう機会がないと触れられなかったかもしれないので、ちょっとどっかのタイミングで実際のね、ちょっと DJ 松永さんのプレイを見に行った方がいいなというふうに今日感じました。では UR ライフスタイルカレッジ、また来週お会いしましょう。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な1週間になりますように。